皆さんこんにちは、花子です。今こそ投資の本質を考えよう。今コロナ関連で米国株が落ちています。やっぱり投資をしてきた人の負けだという人がいますが、負けてませんよ。私は1999年、20年前からアメリカ株に投資しています。まずは20年前からのダウの株価を見てみましょう。1999年には株価は9000ちょっとでした。そしてそれからリーマンショックの2009年まで結局平坦で上がっていませんでした。リーマンショックの時は7000くらいまで下がりました。現在は18,885 です。その間私はどうしたか。10年間ただコツ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 毎月同じ金額を投資していました。アメリカで働いていたので 401k の投資という形で会社のサポートもありました。その約10年間上がっては下がる米国株にただ黙々とお金を毎月投資していたわけです。その間はアメリカでもバカバカしいと思って投資をやめてる人もいました。当時の1999年から2009年ぐらいに比べると、今年の最高ダウ株価は29,000ぐらいまで行きました。つまり当時の3倍になっています。現在はリーマンショック級の大暴落と言われていますが、リーマンショック当時は7000なのでまだ2倍以上になっています。リーマンショック級と言いますが、当時7000ですよ。今18000台ですよ。私が1999年から2009年までに投資したお金は今でも2倍になっているということです。この上がらなかった10年間は世界一の投資家ウォーレン・バフェットさんもコツコツと投資を続けていたわけです。そういう人たちはその10年間の投資が今は2倍です。どこが負け組？そしてダウ株価指標のことだけが注目されていますが、単独株はダウとまた違います。アメリカでは投資の指標としてはダウよりも S&P500 の方を重視していますが、まあ S&P500 もダウも動き方は同じようなものです。ダウ平均は構成30銘柄の平均株価を指数化したものであるのに対し、 S&P500 は500銘柄の時価総額を指数化したものなので、銘柄の多い S&P500 の方を基本的に見ています。ちなみにダウは単位がドル、 S&P500 の単位はポイントです。アメリカの投資家は S&P500 を上回る単独株を探して投資しています。そうでなければ単独株を買う意味がないからです。単独株というのは例えばアマゾン株やアップル株など一つの会社の株です。アメリカの単独株は1株から買えますが、日本は100株単位でないと買えません。S&P500 が上がっていても単独株の上昇率の方が高ければ勝ちということです。逆に S&P500 が下がっていても全体で見て単独株が上がっていれば勝ちということです。とりあえずニュースでは S&P500 よりもダウの方を取り上げられているので、ダウと単独株の比較をしてみましょう。1999年1月、当時9120だったのが現在株価暴落と言われていますが18,885、 107% の上昇率。それでは単独株のアマゾン株はどうでしょうか。1999年、 52.5 ドルだったのが2020年3月23日現在1,895 ドル。リーマンショック級の大暴落と言われている現在、1999年に比べると約 3610% の上昇率。だから単にダウが下がっているからといって投資をしている人がみんなボロ負けしているというわけではないんですよ。そして今こそ米国株投資の本質を考えようということですが、私の基本方針はこうです。 1. 長期投資。 2. 株の上がり下がり関係なく毎月少額でもいいので投資しよう。3. 銀行に預けていたら利子もつかない上に物価が上がるごとに現金の価値は下がっていく。 4. あなたの銀行の貯金をかき集めて運用して儲けてるのは銀行ですよ。悔しくないの？
5、投資の知識がないなら株指標に連動した株のまとまりを買うのがおすすめ。知識があるなら S&P500 に勝てる単独株を買うのがおすすめ。私は3年後ぐらいにリアルの日本語学校を東京に作りたいなと思っています。私はアメリカ国籍です。外国人の場合、保証人なしでお金を借りるのは難しいです。なぜかというと、在留カード、まあ、日本に滞在できる期間のビザは3年から5年ごとに更新をしないといけないんですが、ローンもその在留カードに合わせた期間しか借りられないんです。しかし私は米国株投資を20年間コツコツしてきたので、ローンをする必要がありません。資金はあります。また私は YouTube チャンネル、日本語チャンネル登録者1万人程度、このチャンネルは2000台ですけれども、広告費で稼ごうとは思っていません。例えば動画の内容によって違いますが、平均的には100万視聴があった場合、だいたいもらえるのは平均的に10万円です。20万円毎月儲けるには毎月200万視聴が必要です。私はそんな人気者になれるとは思っていません。だから日本語チャンネルもこの株チャンネルも広告費で儲けないで、レッスン費用として会員費代をいただいています。株チャンネルでは会計を教えていますが、私も会計を勉強して給料が2倍になりました。その分投資もできました。ファイナンス系は給料が上げやすいんです。特にアメリカではファイナンス系は給料が上げやすいんです。需要もたくさんあります。だから会計をオンラインで教えています。合理的でしょ。毎週日曜日朝10時にプレミアムメンバー限定の会計オンラインクラスをしています。日本語で学べるアメリカの会計クラスです。興味のある方は下のリンクをクリックしてください。まとめると、毎月の投資が大事。節約して投資をしたら株価が下がっても手元にお金は残る。投資なんて無駄だと思って無駄遣いしたら手元に残るお金なし。ということで、ニュースをそのまま